宇宙の他の場所では、地球で見られるような細胞構造を採用しているかすら不明である。宇宙生物学とは地球に限らず、広く宇宙全体での生命体について考察し、生物生存の実態や生物現象のより、普遍的な仕組み、生命の起源などを明らかにしようとする学問。アストロバイオロジーともいう。天文学、生物学、地質学、物理学。 科学など横断的学問の上に成立する。しかし、比較的新しい学問なのでその定義ははっきりと確定していない。2018年現在、地球以外の天体からは生命体は発見されておらず、従って講義の宇宙生物学は二つの分野に分けられる。すなわち、地球以外の場所の生命に関する問題と、地球上の生命が宇宙に出た。 際の問題である。競技の宇宙生物学では後者のみを指す。前者では、地球外生命体の探査、推測を主に扱い、火星などの太陽系内の天体に関しては、探査機を用いて、太陽系外の銀河系に生存しているかもしれない、生命、とりわけ、高度な文明社会を持つと考えられている生物に、関しては電波によるコミュニケーションを図ろうとしている。 その他にも、ドレークの方程式や代わりの生科学といった地球外生命体の存在可能性、生態システムの考察がなされている。校舎では、無重力状態や宇宙船などの宇宙環境が人体に与える影響の研究、さらには地球上の動物、植物、細胞に与える影響を扱う。これらは人類が、 宇宙に進出してから少しずつではあるが、前者に比べて成果を上げている。人体に関する研究は特に宇宙医学と呼ばれる。人間以外の動物の研究は、時間的な問題と長期的な宇宙空間での飼育技術の難しさから、現在までの宇宙における動物のデータは限られている。ただし、動物の行動や発生といった限定的なものは、 いくつか実験されている。動物の行動宇宙空間に置かれた動物がどのような行動を取るかは宇宙実験の初期から注目されていた。動物は宇宙滞在における初期段階には異常な行動を取ることが多いが、やがて正常な状態へと移行し、動物には無重力状態に対する適応能力を有することが明らかになりつつある。例えば、 メダカは、宇宙では平行感覚に異常を起きたすため、うまく泳げずに回転遊泳するが、数日後には無重力状態に適応して正常な遊泳ができるようになる。また、雲に関しても、宇宙滞在初期には、雲の巣をうまく張ることはできないが、数10日後には正常に張るようになる。人間に関しても、宇宙酔いという乗り物酔いのような症状が見られるが、 30時間から48時間程度で回復に向かう。動物の発生優性生殖を行う動物では卵子と精子との受精によって個体の発生が始まる。発生と重力との関係はメダカの肺やカエルの受精卵などを用いて調べられている。結論から言うと両生類、魚類、無脊椎動物など哺乳類以外の動物には初期発生に対して 無重力状態は大きな影響を与えていないことが分かっている。メダカに至っては宇宙ですでに交尾、産卵孵化が確認されている。しかし、どの動物も器官の分化には筋肉や骨の形成が遅れるなど少なからず無重力環境の影響がある。また、加齢についての症状梅えや線虫を用いた実験があるが、症状梅えは オスの加齢が加速し、メスは加速が認められず、線中では加齢に影響しないとする実験結果が出ており、加齢や寿命に対する宇宙滞在の影響は、統一した結論に達していない。加齢の加速原因としては、宇宙船に含まれるはず粒子が DNA に与える影響が考えられている。陸上植物は、固着生物として生活していく上での様々な、 環境ストレスを回避するために、光、水、重力といった環境を感じし、それを利用して、自分の姿勢を制御するという仕組みを獲得した。それゆえ、陸上植物の形態形成は、重力と大きく関わっており、植物の種子は無重力、微小重力状態でも扱いやすく、宇宙でも、環境をコントロールすれば、植物の種子は発芽して育ち、 開花や結実も見られる。とはいえ、宇宙の無重力環境というのは、植物の生育に大きな影響を及ぼし植物生産にも影響することになる。重力依存的な成長のメカニズムを研究するのに、宇宙環境はとても有用であり、その解明は地球における植物の生産力を高める、だけでなく、宇宙で植物栽培をするのにも応用できると考えられる。 重力に影響される植物の成長と、運動植物の成長や運動、体制維持に深く関係する、植物ホルモンのオキシンの流れは、重力感受によって制御される。オキシンの動体制御は無重力化の宇宙では、機能せず、植物の姿勢制御や、形態形成を変化させると考えられるが、重力が、オキシンの動体を制御するメカニズムはまだはっきり、 わかっていない。重力屈性重力屈性とは、目が下に伸びて、茎が上に伸びる、というように植物が重力に反応して、その伸長方向を変化させることである。稲と白いヌナズナを地上で発育させた場合と宇宙で発育させた場合を比較した場合、地球上では明らかに地上部は上に。 根は下に伸長している姿が見られるが、宇宙空間での無重力状態では、伸長方向が制御されず、中には、根が地上部の茎と同じ方向に飛び出して伸びているものも見られた。根の重力屈性の場合、重力は、根の先端の根幹細胞で感受されると考えられる。根幹の一部のコルメラ細胞では、澱粉粒を含んだアミロプラストが重力によって沈み、 これによってオ、オキシ心の流れが変化する。オオキシ心には、地上部の目や、若い葉から、根の方に流れ、根の中心部を通って先端へ向かい、U ターンするように根の周辺を通って戻る性質がある。根を傾けて、重力刺激を与えると、オオキシ心は上側には行かず下側だけに行こうとするので、傾いた根の下側でオ、オキシ心の濃度が高くなり、 下側の成長が上側に比べて相対的に遅くなるために地球上の植物の根は下方向に伸びる。一方、無重力化ではコルメラ細胞の中でアミロプラストが沈降しないので大き心が極在せず身長方向の制御が不能になると考えられる。海鮮運動はサガオやウリカ植物などが見せるツルを支柱に巻きつけながら伸長させる。ツル巻きのような 茎や根の先端が螺旋状に回転しながら伸びる。運動のことを、回線運動と呼ぶ。回線運動には、重力感受細胞である内皮を必要とするが、内皮細胞を作るのに、必須のスケアクロー遺伝子が働かないと、朝顔などは重力を感受できずに回線運動も、鶴を巻くこともできなくなる。回線運動と鶴巻きが、重力依存的な現象であることを意味するが、 つる植物の宇宙の無重力環境で、回線運動をするのか、支柱に巻きつくかどうかは現在研究中である。ウリカ植物のペグ形成ウリカ植物の発芽直後に、根と茎の境界域に形成される、突起状の組織であるペグは、根は下へ、茎は上へと伸ばす、重力屈性に逆らい種皮を土の中に押さえつける。これによって、芽生えは、種皮から抜け出す。 地上では、ウリ科植物の種を上下逆さまになるように置いてもペグは必ず下方向に出るので、重力によって制御されていると考えられていたが、キュウリの種子を宇宙で発芽させても2個ペグができたので、ペグ形成には重力を必要しないことが分かった。もともとキュウリの芽生えは2個のペグを発達させる能力を持つが、 地上では重力に応答し、横耐えられた芽生えの上側になった部位のペグ形成を抑制していると言える。この抑制にも大き心が関係している。宇宙での植物栽培 NASA では、白いヌナズナの発芽前の種子を、月面の植物栽培モジュールの中で発芽させ、遺伝子発現をモニターすることで、植物が低重力や温度、圧力や高放射線に、 どう対処するかを観察する実験を計画、進行している。白いヌナズナの発芽、成長は、バイオマーカーとしての緑色蛍光タンパク質を、白いヌナズナに発現させて、488ナノメートルの光で観察することで確認する。モデル植物の白いヌナズナは、GFP マーキングが簡単にできる上に、火星の気圧に近い10キロパスカルの気圧でも、 成長できるので研究材料として選ばれた。さらに、モジュールに月の土を加えて土の毒性や含有物を調べる実験も考えられている。宇宙環境下における細胞は地上での実験では見られない挙動を示す。原生動物や哺乳類培養細胞などの様々な細胞に及ぼす宇宙飛行の影響は多く報告されている。 細胞は重力を感じすることができ、無重力に対する反応は個々の細胞で異なることもわかっている。例えばサリュート6号で行われたヒメゾウリムシの実験では、無重力化では細胞増殖が促進されることがわかっている。講義の宇宙生物学が指す取り組むべき課題としては、生命の起源と進化地球外生命の探査 地球外文明との更新地球生物の地球外への移住の3点が挙げられる。生命の起源は生物科学分野での一課題としても取り上げられるが、宇宙生物学では、生命は宇宙と深い係りのもとに進化したと定義し、より広く普遍的な概念を構築しようとするものである。1960年代の初期の宇宙探査により、太陽系内に、 地球外生命及び地球外文明が存在する可能性は一旦ほぼ否定され、生命の探査は地球外有機物の探索が主となっていた。しかしその後の探査や研究によって、木星の衛星、エウロパの地下に微生物上の生命が存在する可能性が示唆され、その探査の方法が真剣に検討されるなど、太陽系内の地球外生命の探査をめぐる、 状況は大きく変化している。他方、太陽系外の惑星系の直接的な探査は、現在の人類の技術力では困難であり、先方から信号を送ってくるかもしれないとの期待のもと、地球外文明との交信のための様々な試みがなされている。アメリカ合衆国の天文学者、フランク・ドレークが提唱した、 地球外生命体がどれほど存在するかの方程式を用いて、大島康郎は銀河系には100年に一度我々と同程度の文明が誕生しており、総数では1000万個ほどであり、そのうち人類の存続期間と重なっている文明は10万個程度であろうと推測している。人類を含む地球生物の移住については比較的詳細な検討がなされ、 宇宙植民島という考察が発表されている。ただし、生態学的な検討は十分なされておらず、宇宙環境における地球生物の適応性の問題など、生物学と密接に結びついており、多数の課題を解決していく必要がある。大島康郎宇宙生物学書籍によっては、前者が競技の宇宙生物学とされていることもあるが、 本校では校舎を、競技の宇宙生物学と呼ぶ。藤森義則、人類は宇宙へ向かう、スカイラブ3号、庭鬼雲。1997年 IML-2 ミッション、いじり宇宙環境と、生命宇宙生物学への招待、佐藤厚恵、高倉達夫、現代天文小辞典、例えば物理学や、科学同様。 地球外に出ても、その法則が適用できる、普遍的な学問への昇華が目指されている。江上富士夫、生命を探る、長沼武志、生命の星、エウロパ NHK ブックス、2004年。大島康郎、生命の誕生をジェラルドにいる、宇宙植民島 -1990 年完成。第二の地球計画。ありがとうございます。